加計学園の愛媛県での獣医学部新設をめぐり山本規制改革担当大臣と日本獣医師会側の説明が食い違っている問題で山本大臣が先ほど改めて反論しました獣医師会はもう最初から四国、今治歩きという形でずっと議論してるんです京都だって追加であり得るんですよという話を そういう状況を受けてしたということであります獣医師会の文書によれば山本大臣は獣医学部の設置が決まる2ヶ月前の去年11月獣医師会の幹部らに四国に新設することになったなどと発言したとされていますこれについて山本大臣は獣医師会の資料に書いてあることが私が言ったことになっているなどと改めて反論しました また、大臣側の発言記録については、手書きのものは廃棄したとして、残っていないことを明らかにしました。